特にで言うと120万ぐらい抜けたらもう一回ロングで、逆に90万ぐらい割ったらもう完全ショート目線っていうところがいいですよね。逆に100万とか110万とかそこら辺ずっとうろうろしとんなら、ああもうどっちかわかんねえから相場ポジションいいやみたいな感じで。はい、じゃあ2019年7月25日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークにドル円相場考察します。10番に仮想通貨の時価総額からいくと、アメリカドル換算の275ビリオンと若干戻したかなーで、まあ、全体的にはグリーンが目立ってユースの 10% とかあるんですけど、さすがに週足抜下抜け取って相場環境変えるほど上がってないと思うんですけどね。この程度では10%、20%ぐらい上げてもまだまだ環境変えるほどではないと思うんですけど。はい、ということで日本円換算の時価総額いくと、こちらもそうですか、10兆ぐらい戻したかな、あの30兆310億と。どうでしょうかね、個人的には相場環境を変えるほどは上がってないと思うんですけど。はい、ということで時価総額中のビットコインからいきましょう。そうだな、週足的には別にあれですわね、 20MA120MA そこまで角度変わるわけじゃなく、ただ 120MA があれか水平に近くなっていたぐらいです。これがそうだな、90万ぐらいいくと多分買いが縮まって売り圧力が強くなると思うんですけど、そこら辺の戦いですよね。あとは耐えれるかどうかというところで、冷やしいくとそうだな 3% ぐらいは上昇しとるけど環境変えてるほどじゃないですよね。 20MA 緩やかに右下向いて、ロウソクだってほんとこんないい感じに右下下がりになっとって、別にいい感じじゃないんですけど、ここがやっぱ水平にならんことには何ともならんすわね。週足のサポートだけで多分食われていくってところで、4時間いくとここがなんとか 20MA の水平に触りかけたところですね。これで110万割っとる、109万ぐらいです。難しいとこだろうな、そうやってやっとっても結局この冷やしとの乖離が広がってきとるから、ここを詰めんことには、つまり高値があれですもんね、120ぐらい欲しいですもんね、本格的に水平にしていくには。逆に90万ぐらいがあれか、週足で食われていくところか。だからそれ以外の間ぐらい、100から110ぐらいは結構曖昧部分で、まだまだ相場環境が決まらんってとこでしょうね。だから少なくともその間を推移しとるうちは、どっち行っていいか分かんねえよっていう状態でしょうね。はい、ということで次は、イーサー。こちらもほんと 25MA そこまで角度変わりなくて、ロウソクの瞬間的安値触りかけて 7MA 右下向いて、やはり相場環境を変えることじゃないですよね。 7% ぐらいは上昇しとるんですけど、冷やしグッド、こちらも同様、なんとか 7MA の水平ぐらいにロウソク触りかけただけで、 25MA の乖離まだまだありますし、角度も右下です。ここだけですわね。週足がこけてったらイーサー早いと思うんですけどね、他のトークもそうですけど。4時間いくとここがなんとか 25MA を抜けてきたところですね。ただこうやって繰り返しとってもやっぱ上位足の乖離は詰まっていくわけじゃないから、やっぱ高値を更新しんことには何ともあれでしょうね。相場環境を変えていくことじゃないですよね。上がった分より下がった幅の方が大きいというところで。はい、次はリップル。週足は相も変わらず 25MA にしたい。ただそこまでは乖離幅がまだ離れていないというところで、こうやって繰り返しながらだん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 下がっていくと思うんですけどね。ここの下に降るうちはやっぱ目線が下というところで、冷やしいくとなんとか 7MA 水平ぐらいになったけど、それでもロウソクあれですもんね、上抜け取るわけじゃないから、前日よりの 4% 程度の上昇では全くあれですよね。相場環境変えてないですよね。4時間いくとこちらも同様、 25MA 右下向いてようやくロウソクが触っただけで水平にもなってないですもんね。 4% ぐらい上げてもこれぐらいしか戻さんのですか。それぐらいやられてるってことですよね、リップルに関しては。はい、次はライトコイン。週足25MAロウソク触りそうで、前日より 5% ぐらい戻したので全く相場環境を変えてないですよね。むしろもう売っていく場面じゃねえかというところで、冷やしいくとなんとか 7MA が水平ぐらいに近づくんですけど、それでもロウソク上抜けることなく、 25MA の乖離幅もまだまだあるし、やっぱ相場環境は変わっていません。 5% ぐらいは上昇したんですけどね。4時間いくとこちらもなんとか 25MA に触りかけてただけで、それでも水平になっとるわけじゃなくて、全然あれですよね、 4% 5% じゃ全くあれですよね。あー、やっぱあれだわ、動くような状況じゃないですよ、これは本当に。焼け石に水というところで。はい、次はキャッシュ ABC。 週足25MA角度変わりないも、やはりロウソクはもう乖離近づきかけて、なんか終わりを迎えさせるようなところですよね。一応前日では 5% ぐらいは上がっとるんですけど、冷やしいくとこちらもそうですね、 7MA が水平になったぐらいでロウソク上抜けるわけじゃなくて、全くあれですね、 5% ぐらいで動かんすか。はい、ということで4時間いくとこちらもそうですよね、 25MA まだ右下向いとるし、一応はロウソク触りかけとるんですけど、あかんな、これでもう 5% 6% ぐらいじゃ全く相場環境動かんすかというところで。はい、次はEOS。週足25MAそれほど角度は変わらないけど、ロウソクはガゼンしたと、一応プラスの緑を示しとんですけど、これでも相場環境全く変えるほどじゃなくて、本日 10% 以上上がってるEOSでこのざまですよ。冷やしいくとこちら側そうですもんね、 7MA がなんとか 上向いてロウソクが上抜きかけただけで、 25MA の角度はまだまだ右下向いてますし、
10% でこれぐらいですか。 20% ぐらい上がらんとあれか、 25MA 水平ぐらいまで持ってけんのだ。これで変わってなかったらちょっと辛いですわね。 30% ぐらい上げてかな、これはきついだろうな本当に。4時間いくとこちらはただなんとか 25MA がピクリ上向いて、そこをロウソク上抜けて、それでも 10% ぐらい上がってもこの角度しかつかんのか。一応は 99MA の上まで行きましたけど、辛いなこれだけじゃ。週足の環境全く変えてないけど、結局相場環境変わってないですもんね。目線が下げっていうところが辛いっすねーというところで、はい、で次はバイナンス。週足25MAそれほど角度変わりなく、 7MA もそうですね、若干右下向いてるぐらいで、ロウソクだってそこまで大きな動きしてなくて、そんな相場環境変わってないってことですね。一応前日では 4% ぐらい上昇したんですけど、日足いくとこちらほんとあれだな、期待感を持たせるようなところが25MA がどうだろう、緩やかな右下だけど水平に近くて、ロウソク自体もそんな乖離離れてないとこうろうろしとって、タッチが見えかけるところですもんね。ここ抜けると早いんだけど、なかなか本当に触る抜けるまで至らしてもらえんというところで、4時間いくとこちらもそうだな、 25MA 抜きかけたんだけど、やられとるのがここ数日で、緩やかに右下向いて、現在では一応 7MA を上抜いてきましたけど、なかなかあれですよね、この足でも25の下から目線は下というところで、ここら辺がバイナンスはそうだな、こけると多分全体的に行くだろうな、相場的にはビットコインぐらいスカートが残っとるのは。20%ぐらい上げんと相場環境は変えてかんぞというところで、はい、じゃあ次はテザー。まあ当然他のトークンはそこまで大きな動きしてないで、乖離幅がめちゃくちゃあるところもそれほどなくて、ステーブルコインらしい動きですよね。それと同時にやっぱ仮想通貨相場下がってきてから、いろんなステーブルコインが着々と増えてって、一応はその国内通貨換算の担保を保証できるステーブルコインが増えてきてっちゃう。それでもやっぱテザー一強の状況はなかなか変わってこんすもんね、まあ、それだけ一応資本力があるということは認めなかんすけど、ただアルトコインが勢いなくなってもテザーが上がってこんっていうのはいかにもあれだな、仮想通貨自体がそこまで需要を求められてる状況じゃないんだろうな、相場的な考察として。はい、次は SV。 週足 30MA 特に変わりなく、 7MA もそれほどで、ロウソクだって大きな動きしてるわけじゃなくて、つまりそんなに大きな変動はありませんと。一応前日比は 2% ぐらいは戻しとんですけどね。日足いくとこちらもそうですね、 30MA 右下向いたまま、その若干下にロウソクはいて、相場環境を変えれそうだけどなかなか変えれんというところですよね。ここ抜いてきては早いと思うんですけど、ここを抜けるのもなかなか苦戦しとって、そうやってるうちに 7MA とのタッチが近づいて 3%4% SV でいうと 2% か、これぐらいの上昇じゃあんまり相場環境変えてないわなというところで、4時間行ってもそうですね、これ 30MA の下におるんですよ現在。一応 7MA の上には来ましたけど、なんとも言えん、まあ大きく上げるわけでもなく下げるわけでもなく、さあそうだな、週足は上なんだけど日足は下なんで、それは意見が揃ってないところで、相場の相違もないですわね。どっちかに方向性が決まらないというところで、本当に相場環境全体的に上がっとるような振り見せて全く変えていませんというところで。はい、次はカルダノ。こちらも同様、週足 25MA 若干上向くも、ロウソクはすでに下にいて 7MA も下、つまり相場環境は全く変わっていませんと。一応これでも 7% ぐらいは上昇したんですよね。日足いくと 7MA が水平をようやく近づいたところで、それでも 7MA 抜けんのですか。 7% ぐらい上がって辛いな。25度の乖離はまだまだ離れてますし、全く相場環境変えませんねというところで、4時間いくとこちらもそうですね、25がやっと水平になりかけて、ロウソクが上行きかけただけで、日足レベルではまだまだあれですね。そうやっていっとると週足がどっちみち下向いとるんだから売られていくっていう可能性もあるんで、下げ目線のがやっぱ高いですよね。素直に移動平均線の上か下か、ロウソクそれに従うだけで十分ですというところで、はい、とそれで最後はドル円。例によって昨日の似たようなところから追ってかけてきますと、短期が右下向いたところにロウソクがいる、108円1銭ぐらい、昨日の2時ぐらいですお昼の、そのあたりをずるずる下向きながら推移して、夕方ロンドン行って中期を下抜くんだ一回。そこでもまだまだそんな復活の兆しはなくて、そのままニューヨーク入る。ところがその12時とか1時とか、そんなあたりでなんとか短期中期まくってって、夜中の2時とかですか、ここら辺で完全に上抜いて、帰りも離れて108円1銭2銭ぐらいまで戻してったんですね。ただそれを維持できることなく、朝方アジア入ってうだ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 しながら、9時とか10時とかここら辺で短期下抜いて108円1銭ぐらい、そこから上昇することなく中期も下抜いて、現在時間で108円1銭前半ぐらい、1銭前半って面白いな、まあ、つまりそこまで大きな動きしてないってことですね。日足いくと、ただこれが一応短期右下向いとるんですけど、なんとかロウソクを上抜いとって、このままごちゃごちゃしていくとここの中期との乖離が詰まってくると思うんですけど、どうかな、そこまでいけるかどうかですけど、とりあえず短期は抜いとる状況ですね。週足いくと、これもそうですね、短期 10MA なんとかロウソク触っとるところで上抜いとるわけじゃないですけど、ここ
ここを抜いてってまだあれだもんな、水平ぐらいになってこんとなかなか上昇の角度はついてこんと、もちろんこのままいけるとも思えずまた叩かれる可能性もありますけど、今回はなかなか下げが長いなってとこで、そうやってちょっとカーンってことでそこだけ注意というところで、はい、ということでそんな感じで一応本日一番上昇している 10% 以上の EOS へ戻しましたけど、これでも東の 7MA がなんとか右上向いてロウソク上行っただけで 25MA に触るわけじゃなく全く相場環境を変えてないんで、10何パー上がってる EOS ですら変えてないから、他のトークも全く変えてないですよね。見た目のパーセンテージはなんか上がって時価総額も10兆とか上がってるから、お、行ったかみたいに思いますけど、全くそんなことありません。やはりビットコイン、バイナンス、SV、そのあたりの日足の25、20を水平上抜きじゃないと相場環境は変わってこんでしょうね。それまでに叩かれるのか、そのまま売られるのか。だからビットコインで言うと120万ぐらい抜けたらもう一回ロングで、逆に90万ぐらい割ったらもう完全ショート目線っていうところはいいですよね。逆に100万とか110万とかそこら辺ずっとうろうろしとんなら、ああもうどっちかわかんねえから相場ポジションいいやみたいな感じで、それぐらいの目線の方が正しいかなって、あのざっくりとした言い方で、それぐらい本当今めんどくさいところで、上げても下げでもこんな綺麗に伸びていくわけじゃなくて、相場環境を変えるわけじゃなくて、むしろ下げ幅の方が多いですかね。まあ下げ相場にだから入っているということで、はい、ということでそんな感じ、以上2019年7月25日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークにドル円の相場考察でした。そんな感じ終わり。このめんどくさい相場、はい終わってほしいよ。